なんか面白いの取れたらなって思って。ちょっとでかいコオロギから入れていくでさ、おっきい子たちまず食べに行きな。はい。これはね、課題としてね、まずこの透明の壁をね、いかに。透明の壁をね、いかに。まず食べに行きな。はい。透明の壁をね、いかに乗り越えるか、この子たちが。アマガエルの認知機能では、この透明のね、壁がね、けどそのうちね、中に入ってくるつわものがね、出てくるんですよ、これが。で、なるべく入りやすいように、周りに高さのあるね、物を置いて、オーラ、主なんかもう行きそうじゃない？これ、あ、物を置いて、オーラ、主なんかもう行きそうじゃない？これ、あ、主、何しとんの？今、手でちょっと助けたろうと思ったのに。お、今日、緑率高い。主ちゃんと P 親子ね。今動いた子。お、主ママと P 親子がいい位置で。で、最後の緑の右側のでかい。おーらおらおら、ポコが来た、これ。ポコ、おら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 、ポコ。近づけてる隙に、おーら食べたの。あー、逃がした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 のか。ほら、食べたって拍手しようとしたら、逃がしと。頑張れ、頑張れ。あ、いいね。さあ、スマホこの隙にね。おーおらおら、ピーも。ピーの知力3アップ。立体的に把握できる脳書いてと、ありました。そう、空間を認知する部分がダメージを受けると脳梗塞とかで。なんかね、階段がね、本当に上に登ってるのか下に下ってるのか分かんないんですって。そんなことあるんだとか。おー、ピーちゃん。お利口、ピーが一番最初に食べた。アルジーママもね、ちょっと喜んでるんじゃないですか、これ。ねえ。あ、ちょっとコメント前後してすみません。スコットさん、ありがとうございます。ついに我が家の庭先にもカエルちゃんの声が聞こえてきました。あれ、今ね、カエルちゃんの声が聞こえてきガサガサってなった。あ、ポコどうした？あ、もう3分経った。一回さ、おっきいのから入れていきますんでね。うっと入れる子どんどん食べて。今裏回っとんの、ゴーヤか。ゴーヤ登っておいで。登れんかな、やっぱりな、まだな。さあ、おっきいのもちっちゃいのも入れたもんで。主ママがかわいい横っ腹見せて。全然食べれん、腹ペコ。これどうなったんっつって。主ママ、ちょっと登らなあかんよ。ゴーヤ、おいで、ゴーヤ、登って。そうそうそう、おりっ子、ゴーヤ、おりっ子。そこまで来たらもう分かるわな。主も、あれ、主も登って。あれ登り、よし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 。ああ、そこまで来たら分かるやろ。もう大サービス、これ。これ一気に食べますよ、みんな。ほら、主も、あれ？何かを乗り越えた、みたいなね。おお、食べた！主が食べたけど、ネットのカメラだとちょっと背中でしたか？横、なんかいっぱいバシャバシャって入れて、なんか、だいぶ後半になってから食歌舞伎も。透明の壁があるのよ、これ。うるるるおりおり、おり、これちょっと怖い。あ、怖かったか。まあ今、いっぱいなのでね。で、この状態でパラパラ一気に落としてきますよ。うわ、これ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 。もうこれね、なんだろうな。どの時代だろう。豆太郎、メロンとかがいた世代の頃だったら、くれよーって、豆太郎の化身のね、ゴーヤがピンセット待ちだったんだ。はい。あ、ゴーヤミスった？でかい？おーし、よしよしよし、ほら、ゴーヤがね、もうピンセットで食べ慣れちゃってるんでね、自分で食べるっていう、もうそういう認識なんだとしたら、あれ、出ちゃった、ポコが。ポコは結構一番最初に入って食べとったもんな。あ、ポコがね、橋の下に入ってね。あ、虹が大好きさん、ありがとうございます。コメント、こんばん。方が何だったかなって言った。ありがとうございます。また来てくださって。ようやく、前回多分見に来てくださった時は、9950人とかね、もうあの辺をね、行ったり来たり。あ、戻ってきた。保管し合いながら。歌舞伎、この中に入れば食べれるんだけど、怖いのか。
うん、一応入るには入ってくれたけど、あ、出ちゃったか。決めてくれると思います。その切り抜きは明日以降ね、1万人超えたぐらいだと、コタロー、これ、コタロー。画面の左上にもコタローと僕がね、お、そうそう、コタロー、こっち、おー、しゃ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 、コタローが餌のを見た。ほらほら、もうゴーヤを突き飛ばして、ゴーヤちょっとどきな、って。ちょっと今から豪快に食べて、ちょっと取れ高稼ぐで、って。ちょっとスマホをね、なんか動き出したぞみたいに降りてきて食べてくれんかな。だ、やだ、いや、ちょっと警戒しとるわ。うーん、入れ食べた。よしよしよし、これでちょっと警戒心が1下がりました。あ、ライブカメラの方にカメラ目線、嬉しい。スマホの方も向いてほしかったな。あ、ずっとあそこにいてくれた。あ、もう4分経った。あ、ゴーヤが突き飛ばされた。